そのコンセプトはズバリお下劣なんですね。というのもですね、この映画レーティングがですね、18歳未満は視聴禁止の18プラスというレーティングなので、ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画レビューということでヤミーをレビューします。この動画ではサブスクで見ることができる最近のゾンビ映画を中心に、その作品の良いところと残念なところを採点方式でレビューしていきます。今回はベルギーのエログロナンセンスなゾンビ映画を様々な視点からレビューしていきますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は2019年に公開されたベルギーのゾンビ映画ヤミーをレビューしていきたいと思っておりますので、まあ、楽しみにしてください。それでは、まあ、あらすじなんですけれども、主人公がですね、女性の、まあ、アリソンという女性が主人公なんですけれども、このアリソンがですね、まず母親と一緒に、あと恋人のミカエルという男性も付き添いに同行して、まあ、車でですね、美容整形の病院へと向かうシーンから始まります。まあ、目的はですね、このアリソンが、巨乳の女性でして、でこの巨乳コンプレックスを解消するために、このバストを小さくする手術を、まあ、受けるために、整形外科の、ね、病院へ向かうわけです。でちなみに、まあ、母親は脂肪吸引をしようっていう、ことなんですけれども、まあ、ところがですね、この美容整形手術の病院が、まあ、なんとなくですね、まあ、随所にこう癖が強いところがありまして、なんとなくこう不穏な空気が漂う、まあ、怪しい病院なわけですね。で付き添いのミカエルというこの男性がですね、まあ、過去に医学部を中退したことがあるということで、まあ、あと極度の心配性の性格なんですね。でそれで、まあ、あと空気が読めない性格も持ち合わせてまして、病院の手術室でですね、医師がこうすごいずさんな対応をしているところにこう食ってかかっていこうとするわけですよ。でだんだん興奮してきまして、ミカエルが、でそのミカエルを落ち着かせようということで、まあ、用務員の男性ダニエルが呼ばれまして、まあ、その 病院の手術室からこうミカエルを連れ出しまして、まあ、病院内を歩き回っていくわけですね。そしてですね、そうするとミカエルがですね、ふとこう目に留まった病室に入っていくと、その、病室にですね、ベッドに拘束されて、こうプラスチック製のマスクで口をこう塞がれている女性患者がいるんですね。でこう結構こう拘束具をこう引っ張ろうと暴れていて、うめき声を上げてるんです。それで苦しんでるんですよね。でそれを目にしたミカエルがですね、まあ、おせっかいにもその女性のプラスチック製のマスクをこう外してあげようとするんです。でなんと外した途端にですね、その外したマスクの下が皮膚がただれて、こう口がですね、こうパックリとこう肉が丸見えで割れててですね、まあ、要はゾンビだったわけですね。でこううわーとですね暴れるわけです。でミカエルは驚いて、まあ、慌ててですね、気が動転してきて、まあ、その女性をですね、そのまま置いて部屋を立ち去ってしまうんですね。でするとそのゾンビの女性はですね、こう拘束具をガッとこうですね、噛み切ってしまうというところからストーリーが展開していくんですけれども、まあ、この闇、コンセプトがありまして、そのコンセプトはズバリお下劣なんですね。というのもですね、この映画レーティングがですね、18歳未満は視聴禁止の18プラスというレーティングなので、まあ、エログロ満載のお下劣っぷりなんですね。ということで、このコンセプトに従って映画が、構築されて進んでいきます。で、まあ、このヤミーのいいところから、レビューしていきたいと思うんですけれども、それがですね、まずまあ、お下劣な点を置いといて、それを除けばですね、ストーリーが、まあ、しっかりしていて、展開がですね、緊張感ありながら中だるみせず、こう主人公の女性アリソンがパニックになりつつもこう逃避行を繰り広げるという、まあ、そんな中で、まあ、様々なシチュエーションがですね、テンポよくこうエピソードとして展開していきまして、まあ、見ていて飽きないのがすごくいいところじゃないかなと思いますね。で、あとキャラクターにも個性があって、そのキャラクターの性格が、まあ、ストーリーにも存分に生かされているところもグッドじゃないかなと思います。まあ、例えばですね、その主人公のアリソンが、まあ、天然なボケボケキャラでして、無意識にですね、
どんどんこう逃げ惑いながら被害を拡大させていくところとかですね、あともう一人の主人公男性のミカエルのヘタレっぷりっていうのも、まあ、見どころでありいいところじゃないかなと思いますね。このミカエルの、性格もですね、ヘタレっぷりもですね、映画が進むに従ってどんどんボロが出てきて、評価が凋落していくというそういう作りになってますね。まあ、最初はですね、アリソンとミカエル、カップルで恋人同士ですごいこうラブラブなんですけど、あまりにもこのミカエルがダメダメっぷりで、だんだんアリソンも愛想が尽きていくというそんな展開になっていきます。で、あともう一人、用務員の、ダニエルがですね、めちゃめちゃ嫌なやつでして、まあちょっと野生のイケメンなんですけど、まあ小悪党っぷりなですね、こう鬼畜なキャラクターなんですよ。そういう風にですね、それぞれのキャラクターにしっかりと味と役割があって、まあいい意味でですね、期待を裏切らないそんなキャラクターの、性格です。はい。で、あとクライマックスからラストにかけての展開も緊張感があっていいですね。あのラスト15分はですね、私が最近見たゾンビ映画の中でもなかなか秀逸な展開であり緊張感のあるシナリオじゃないでしょうか。はい。あと登場するゾンビもですね、バランスよくできていていいです。まず一つは走らないね、ノロノロするところもあり、まあ暴れるところもあります。で、あと何といってもグロい、あのこの腐った感じではなくて、病院の患者たちがどんどんゾンビ化していくんですけども、やはりここグロいですね。あと何といってもオゲレツ、まあこの映画のコンセプトがオゲレツですから、ゾンビたちも余すことなくオゲレツなゾンビがいっぱいです。はい。で、動きも独特で、こう最近のゾンビ映画の中でも私ピカイチに気に入りましたね。はい。このゾンビの表現なかなかいいですね。はい。そして何といってもこう見どころはグロいゴア表現じゃないでしょうか。レーティングがやっぱり18プラスだけあって、こう省略のない迫真のグロさというのも、省略っていうのはよくある、ゾンビ映画ですね。最近はこうぶったたこうとすると、ぐしゃっていう音とともに、まあ、いつの間にかゾンビがバタッと倒れてるってい う, こう肝心なグロ表現を省略しがちなんですけど、このヤミーに関してはきちんとこうですね、叩く、壊す、破壊する、もう余すことなくグロ表現がきちんと映画の中に登場していきます。まあ、内臓ぐちょぐちょ、あと頭部破壊、切断というのはもう優にことかから書かず表現されてますしね。あと血のりの量もですね、最近のゾンビ映画の中では、まあ、群を抜いてトップクラスじゃないでしょうか。はい。やはり昨今ですね、規制の緩かった80年代のゾンビ映画の目の超えたファンをもう満足できるレベルの映画って少ないじゃないですか。ところがこのヤミーはですね、なかなかこう80年代ゾンビ映画ファンの我々でも満足できるグロさ、ゴア表現になってますね。そこが一番この映画の評価できるところじゃないかなって思いました。はい。じゃあ今度逆にですね、残念なところなんですけど、まずですね、まあコメディ要素ですね。この映画こうちょいちょいコメディ要素があるんですけど、そこがですね、まあ大体余すことなく下ネタに絡ましてきます。まあそこがちょっとうざいですね。まあ、私なんかちょっと失笑気味な感じで、冷めた目でちょっと見てみてしまいましたね。まあそこが残念なところじゃないでしょうか。はい。まあこのヤミーはですね、比較的残念なところは少ないんですけど、まあ最大の残念なところはですね、オチが2014年に公開されたゾンビーバーとほぼ一緒なのが、まあ唯一残念なところですね。まあネタバレになるので、どんなエンディングだったかっていう詳細はちょっと言えないんですが、まあ、ゾンビーバーをパクったかと言えるぐらいのレベルでしたね。はい。まあ、それだけまあ、こういったオチは大体パンチがあるからこそ、いろんな映画で使い回されてるのかなとも言えるんですけど、まあ、私ちょっと直前にこのチャンネルでもゾンビーバーをレビューしてただけに、ヤミー見た瞬間に、わ、これオチ一緒やんってちょっと思ってしまいましたね。はい。そういった感じでした。はい。では星の評価に移りたいと思います。はい。まずゾンビ度は文句なしに星4つですね。はい。ノロノロゾンビですし、動きも独特ですし、さらにはちゃんとこう人をぐわーっと襲いかかって食っていくんで、いや、まあグロいですし、そういった意味ではゾンビ度は4の星4つとなりました。で、キャラ要素はですね、まあ星3つですね。
まあ、さっきキャラ要素性格があってよくできてるとはいえ、まあ、結構テンプレートに従ったキャラ設定でお決まりのパターンは多いので、まあ、星3つじゃないかなと思いました。でストーリー要素は、まあ、星4つですね。このヤミーはですね、非常にストーリーがよくできてますので、息をつかせないこう展開がすごく緊迫感があって星4つと言っていいんじゃないでしょうか。でコメディ要素は星3つですね。はい、まあ、さっきも言ったようにちょっと残念な部分もあるので、こんな評価になりました。で独創性も星3つですね。まあ、病院を舞台にしたエログロナンセンスゾンビ映画っていうところでは独創性として評価できるんですが、まあ、展開はですね、他のゾンビ映画でも見た展開もまあまああるので星3つというふうになります。でゴアドは、まあ、文句なしに星5つですね。はい、ここはですねやっぱり18プラスのレーティングに恥じることのない、ゴア表現でありました。はい、ということで総合評価は 30点満点中22点で A 級ゾンビ映画と、まあ、文句なしに認定できるんじゃないでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、このヤミー、レートが18プラスのお下劣ゾンビ映画でありながら最近のゾンビ映画の中ではピカイチのクオリティというレビューになりました。よろしければコメント欄に皆さんの感想、考えもコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価ボタン、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。真夜中過ぎに起き出してくる魔物たち、息を潜めて夜の闇の中にうずくまる、獲物が通りかかる時をじっと待ってる、蜘蛛の糸のように張り巡る。